宇宙戦争は、イギリスの作家 H.G. ウェルズが1898年に発表した SF 小説。イギリスのウォーキング市街中央に建てられた火星人の戦闘機械のオブジェ20世紀の初めに、火星人が地球に到来し武力で侵略する様子が、英国人男性による回顧録の形で書かれた作品であり、SF 作品の古典的名作として知られている。 現代のザ・ウォー・オブ・ザ・ワールズは直訳すれば世界同士の戦争、つまり地球人の世界と火星人の世界の二つの世界が争うという意味である。オリジナルの挿絵はアルビン・コレアによるが、後にはエドワード・ゴーリーなど様々なイラストレーターの絵を採用した版も刊行された。アメリカ合衆国でラジオドラマ化された際に、 火星人の侵略を事実と信じ込んだ人々によって、パニックが引き起こされたとする説は現在では否定されているが、名優オーソンウェルズの白紙の演技によって、初期の傑作ドラマ化作品として、現在でも参照される作品となっている、ラジオドラマ、宇宙戦争事件の功で口述。この作品の影響によって、大きな頭と退化した獅子を持つタコのような姿をした。 火星人のイメージが世に広まったとされていることから、タコ型宇宙人が強力な機動兵器を持ち込んで地球で侵略行動をするという一般的認識がある作品でもある。また、数々のパロビ作品やこれをモチーフにした作品、ジュブナイル SF 化した作品が数多く制作されている。そうした作品の中には、シャーロック・ホームズの宇宙戦争のように彼らは 火星人ではなく、火星を前線基地としていたという見解の作品もある。本作の1年前に発表された、水晶の卵という HG ウェルズの短編がある。ロンドンの骨董店の店頭にあった卵型の水晶のようなものに不可思議な風景が見えるのを、その店の主人が発見した。知り合いの科学者が調査した結果、夜空の星は地球とほぼ同一なのに太陽が小さく見え、 月が小さく二つあったことから、これは火星の風景と火星人の姿が映し出されており、逆に火星人からもこちらの様子が見えると判断され、火星人が地球の偵察のために送り込んだ物体であろうと思われた。しかし、さらに研究を進めようとした矢先、骨頭天主人は死亡、水晶は誰かに売られて、行方不明となり、研究は頓挫する。明確に、 同一世界とは言われていないものの、この話の火星にも、宇宙戦争の火星人が持ち込んだ植物と同じ赤い、植物が繁茂し、火星人とは別に二足歩行の人間型の生物が、いて、火星人がそれを捕まえる描写があるほか、火星人自体も、口のすぐ下方に物をつかめるような二束の触手などと、 宇宙戦争の火星人とよく似た形状で、昆虫を思わせる機械に乗って移動するなど似たような記述を持っている。軍艦を攻撃するトライポッド火星人の死体とトライポッド19世紀6月の金曜日の未明、イングランドのウィンチェスター上空で緑色の流れ星が観測され、天文学者のオーグルビーは流れ星がロンドン南西ウォーキング付近に落ちているのを発見。 それは直径30ヤードほどの巨大な円筒だった。夕方、主人公、私を含めた見物人が群がる中、円筒の蓋が開いて醜悪な火星人が現れた。オーグルビーは王立天文館ステント、新聞記者のヘンダーソンらと共に急遽代表団を結成。火星人がいかに醜悪な外見でも何らかの知性を持っている以上、こちらも 姿勢を持っていることを示そうという理由だが彼らが円筒に近づいた途端目に見えない熱戦が人々を焼き払った。熱戦は恐るべき威力で人間や動物を含め周囲の木々や茂み木造家屋などが一瞬で炎に包まれた。夜英国軍が出動したが真夜中過ぎに火星人の第二の円筒が落下する。土曜日の午後 軍隊の攻撃が始まったが、夕方には、私の自宅付近も、火星人の熱戦の射程内となる。私は、近くの店で馬車を借り、妻を引き連れ彼女のいとこが住むレザーヘッドへ逃げる。その馬車を返す途中、真夜中過ぎに、火星人の第三の遠筒が落下。家より、背が高い三本足の戦闘機械が登場し、破壊の限りを尽くす。 馬車を借りた店の主人も死に、出動した英国軍も全滅。自宅に生き残りの砲兵が逃げ込んできた。日曜日の朝、二人はロンドン方面へ避難を開始。午後、テムズカ班に火星人の戦闘機械5体が現れるが、攻撃で戦闘機械の一体を撃破。一旦は撃退に成功する。その戦闘の混乱で、私は砲兵とはぐれてしまい。 夕方、教会の副牧師と出会う。一方、火星人はその夜から液体のような黒い毒ガスと熱線を使う攻撃に戦法を変更し、軍を撃破してロンドンへと向かう。月曜日の未明、ロンドン市民はパニック状態で逃げ惑う。軍隊はそう崩れ。英国政府はもはや火星人の侵攻を阻止し、ロンドンを防衛するのは不可能である。 黒い毒ガスからは逃げるより他にないと避難勧告を出す。これを知ったロンドン在住の私の弟も避難を開始。暴漢に襲われていた女性らを助け、共に馬車で英仏海峡の港を目指す。港にたどり着いたのは水曜日の午後だった。三人が乗った蒸気船が出港すると火星人の戦闘機械が三体現れる。沖にいた駆逐艦。 サンダー・チャイルドは戦闘機械めがけて突進し、砲撃で撃破。二体目に迫る途中、熱戦を受けて大爆発するも、大当たりで二体目も撃破。三体目の戦闘機械は逃げ去り、私の弟たちの乗った船は英国から脱出した。私は出会った福牧師と共に、日曜日の夜から黒い毒ガスを避けて空き家に避難していた。翌日の夕方、 火星人が去ったので、二人は、逃避行を続け、ロンドン近郊の空き家にたどり着くが、新夜中、突然近くに火星人の遠筒が落下。廃屋に閉じ込められてしまう。日数が過ぎるうちに、私は福牧師と対立。極限状態に陥り、大声を出す彼を殴り倒す。その物音を気づかれ、火星人に、あと一歩で捕まりそうになったが、なんとか生き延びる。 15日目の朝、辺りが静まり返っている。思い切って、外に出ると、火星人らは姿を消していた。私は、以前出会った方兵と再会し、人類が負けたことと将来のことについて話し合う。方兵と別れた後静寂に包まれたロンドンに入った。私は、そこで、戦闘機械を見つける。死を決意し近づいていくが、そこで見たものは、火星人たちの死体だった。 彼らを倒したのは人間の武器や策略ではなく太古に神が創造した病原菌であった。地球の人間と違ってこれらの病原菌に対する免疫が全くなかった火星人たちは地球で呼吸し飲食を始めた時から死に行く運命だったのである。やがて人々は舞い戻り復興が始まる。私は約4週間ぶりに自宅に戻る。幸い自宅は ほぼ無事だった。外で話し声がする。窓から見ると、それは妻と彼女のいとこだった。ウェルズ、宇宙戦争のラジオドラマは1938年10月30日にアメリカの CBS ネットワークで俳優オーソン・ウェルズ率いるマーキュリー劇場という番組で放送された。舞台は実在するアメリカの地名に置き換えられ。 火星人がアメリカに攻めてきたという内容である。現場からの電話リポートなど、実際のニュース放送のような形で放送されたため、多くの市民が火星人の侵略を現実に起きている出来事と思い込み、全米各地でパニックが起きたと長く語られてきた。このラジオドラマの影響を調査し、パニック説を主張したのが、メディア学者のキャントリルラである。キャントリルラは、 これはフィクションであるという番組冒頭のアナウンサーの説明を多くの聴取者は聞き逃し、また大半の人々は新聞のラジオ番組表を見てみるといった確認を怠ったため結果としてドラマの内容を事実と信じたと主張した。また同時期のヨーロッパではチェコスロバキアのズデーテン地方貴族問題をめぐってナチスドイツと欧米列強が緊張関係にあり、 アメリカ国民の間でもヨーロッパで戦争が勃発して自国も巻き込まれるかもしれないという懸念が膨らみつつあった。キャントリルラはこうした国際情勢がパニックを誘発した背景にあると論じた。しかし現在の研究によるとパニック現象は全く確認できず放送を事実と思い込んだ聴取者もほとんどいなかったことがわかっている。 ラジオドラマの聴取率も2%と極めて低く、当時の新聞に掲載されたオーソンウェルズを対象に非常に多くの訴訟が行われた各地の州兵がラジオ局や関連拠点を警備したといった記事も全くの誤報だったことが確認されている。ラジオドラマによって動揺させられたとする訴訟がわずか1件起きているが、訴訟から間もなく取り下げられている。 しかし当時のメディアで実在しないパニックが繰り返し報じられ、この放送をきっかけにオーソンウェルズの性暴が急速に高まっていったのは確かである。パニック説を題材にした t v ムービー作品、アメリカを震撼させた夜も制作されている。1953年9月、アメリカで映画、宇宙戦争が公開された。制作は SF 映画の制作者として名高いジョージパール。 舞台は20世紀半ばのカリフォルニアになり、火星人の戦闘機械は1本の触角を生やした、A のような空飛ぶ円盤型として登場する。戦闘機械の特徴であった3本足は円盤を浮遊させるために地面に照射された、半透明な3本の光に変更されている。背屋で火星人に追い詰められるエピソードや、ボートの襲撃など原作にあるエピソードが85分の アメリカ映画用としてうまく変更し挿入されている。1953年のアカデミー特殊効果賞を受賞している。1978年にジェフ・ウェインにより LP レコード版2枚組で発売された。世界で1300万枚を売り上げ、イギリスの音楽チャートでは連続260周以上ランクインした。英国作曲家協会のアイヴァー・ノベロ賞で2部門を受賞した。 同封された16ページのブックレットには見開きでオリジナルイラストレーションが描かれている。内容は原作に忠実なストーリー構成で朗読を中心に音楽で場面をつなぐロックオペラ調の作品。参加アーティストはデビッド・エーセックス、ジャスティン・ヘイワード、フィル・ライノット、ジュリー・コビントンなど。収録曲の戦争前夜と永遠の秋はシングルカットされている。 ローランド・エメリッヒ監督、ウィル・スミス主演による映画。1996年7月2日公開。多数の CG を駆使し、ジョージ・パルバン同様、非常に凝った爆発シーンやアクションも多数あったことが観客に受けて大ヒットした。宇宙戦争と告示した箇所が多数存在する。例えば本作で最後にエイリアンを退治するのはコンピューター、ウイルスである。 2005年、スティーブン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ、ダコタ・ファニング主演により再び映画化された。2005年6月29日、全世界同時上映公開となる。ティム・ロビンス、ミランダ・オットー、ジャスティン・チャット・ウィン、ダニエル・フランゼーゼなどが出演した。映画の現代は、ウォー・オブ・ザ・ワールズ、砲台も、宇宙戦争である。舞台を現代アメリカに設定し、一人の平凡な、 父親が主人公になるなど物語設定は大きく改変されているが劇中に登場するトライポッドのデザイン、それが発する不気味で不快な音、物語の結末などは原作に忠実に描かれている。公開に先駆けてのワールドプレミアがスター・ウォーズ・エピソード3シスの復讐の海賊版が公開前に出回るなど問題になったために、 当初の予定であった日本武道館から六本木の映画館に変更された。なお、映画の中では朝日放送の中継シーンがあったり、大阪では何体か倒したらしいというセリフがある。2005年には前述のスピルバーグの映画作品の他にもハインズ監督とラッド監督により別々に映画化された。同じ原作から同じ年に3作も映画化されるケースはかなり珍しく、 他には1920年のジキル博士とハイド氏があるくらいである。ハインズ監督の映画の現代は H.G. ウェルズ、ザ・ウォー・オブ・ザ・ワールズ、ラット監督による映画の現代は H.G. ウェルズ、ウォー・オブ・ザ・ワールズである。日本においては、ハインズ監督の映画はザ・カウントダウン・地球大戦争という日本語タイトルに改められている。舞台を現代に置き換えた。 アメリカ AGC テレビジョン版が2019年10月に1904年の英国を舞台にしたイギリスイフ版が翌月に放送を開始した。イフ版は前3回。AGC 版は2021年も継続の模様。英国の小説家スティーブン・バックスターによってウェルズ財団公認の続編が書かれた。ザマサカ・オブ・マンカインドでは 原作から14年後の1920年の地球に再び侵略者が現れる。原作の語り手の弟の妻、つまり義枚のジャーナリストが語り手を務めている。バックスターはまた、ウェルズの小説、タイムマシーンの公式続編、タイムシップも書いている。2018年より、月間コミックビームにて連載開始。作者は、横島一。 他のメディアミックス作品の多くが舞台を現代に置き換えていることから、原点通り19世紀末から20世紀初頭のイギリスを舞台に主人公である写真家とロンドンに滞在中のその弟の目線で描かれる。前三巻。マンディー・ W ・ウェルマンウェード・ウェルマン著、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズとチャレンジャー、教授たち、H.G. ウェルズの宇宙戦争と、 水晶の卵を融合しして作り出したパスティッシュ小説。日本語訳は草原推理文庫から刊行されていた。本作では火星人説は否定されており火星に前線基地を作っていたという設定になっている。クリストファー・プリーストの1976年作品タイムマシンと宇宙戦争のパスティッシュ日本語訳は草原推理文庫で刊行。本作では 地球を攻撃した生物は本当の火星人が作った人工生物と設定されている。アラン・ムーアの原作によるアメリカンコミック。日本ではジャイブから生、続ズクの2巻が観光されており、続ズクの末期でウェルズの宇宙戦争のパスティッシュが試みられている。火星から飛来した飛行物体と三脚型の歩行機械に対して英国を秘密裏に防衛するために組織された 怪人連盟の面々が戦いを挑む。本作の火星人は、実は、外宇宙からの侵略者であり、冒頭で火星を侵略するも、ジョン・カーターらに阻まれて、地球へ矛先を変更している。エジソン、エス・コンクエスト・オブ・マーズは1898年に、ギャレット・ピー・サービスより書かれた、H.G. ウェルズの宇宙戦争の後日短。発明王。 トーマス・エージソンをはじめとする19世紀の人々が協力して火星に攻め込む小説。日本語訳の出版はないが、野田正宏の著書で何度も内容の紹介がされている。1967年から1968年に、ジョン・クリストファーによりジュブナイルの三部作、鋼鉄の巨人、銀河系の征服者、燃える黄金都市として出版された。三本足の巨大機械。 トリポットに征服された地球が舞台である。1988年に前日単が発表され、4部作となった。日本語版は、学研が3部作の時点で、早川文庫 SF が4部作版を出版している。1988年に発表された SF 作家、横田淳也によるパスティッシュ小説。英国襲撃から13年後、今度は日本に襲来した。 火星人類に明治の武教作家、押川俊郎を筆頭とする番から集団天狗クラブが立ち向かう。新潮文庫から観光、カジオ・マ尾正ルの短編小説。飛びの息子の聖太郎ら、明治日本の庶民たちが火星人と遭遇する山本周五郎風の人情小説。地球はプレーンヨーグルトに収録されている。伊吹秀明による架空戦記的な 宇宙戦争の後日短小説。火星人が残したトライポッドや熱戦砲などの兵器が各国軍によって使用されている世界を舞台に1938年に再び地球に襲来した火星人と各国軍及び秘密組織幽霊との戦いを描く。オーソンウェルズのラジオドラマにも触れられているほか、ジョージ・パルも脇役として登場している。 アメリカで1988年に放送されたテレビドラマで現代はウォーオブザワールズ、ジョージ・パルの宇宙戦争の後日端。日本ではエイリアン・ウォーズのタイトルで放送され、ビデオは全7巻で販売された。内容は死んだと思われた火星人は火死状態であり放射線により微生物が死んだために復活して侵略を始めたため、 人間が阻止するために組織を結成して戦うという内容。ジョージ・パルの宇宙戦争に出演した役者が同じ役で登場する回もある。横山信義による核戦記。火星人の襲撃を受けた後の第二次世界大戦時を舞台に真珠湾攻撃から始まる再度の火星人の地球侵略を描く。山本博史による SF 小説。 作中に直接登場はしないが、過去に起こった宇宙人による侵略が宇宙戦争とほぼ同様の経緯をたどっている。なお、本作では、トライポッドは金属の殻をまとった宇宙怪獣の一種とされている。フェリックス・ジェパルマによる SF 小説、字の地図の続編。小説、宇宙戦争を出版した直後のウェルズがその内容に告示した。 地球外生物による侵略に巻き込まれる。なお、作中に登場する宇宙戦争の展開は当初は現実のものと異なっているが、終盤に現実通りの内容の宇宙戦争が登場する。また、前述のギャレットピースサービスも登場する。小原真治による漫画。英語の副題に示されるように、火星による侵略家の英国を舞台として、 地球人側の様々な思惑やドラマに重点を置いている。2013年放送のカナダ、イギリス合作のテレビドラマ。第一次世界大戦の映像に本作に登場するトライポッドや火星人をデジタル合成し、専門家による解説も交えて一つのドキュメンタリー形式の作品にしたもの。日本語訳のタイトルは宇宙戦争が大半で現代である。 世界同士の戦争を意識したのは、火星人との戦争などわずかである。ありがとうございます。